こうみたいよ。締め作業よろしく。え、そのまま帰るんですか？うん、なんで？いえ、お疲れ様です。同じロッカーなんですか。仕方ないでしょ、鍵かかってないのここだけだったんだから。そんでなんで隠れるの。犯人の標的はアリサさんです。アリサさんが一人の時が犯人にとって一番都合がいいんですよ。どういうこと。盗撮写真を見てて気づいたんですけど、全部アリサさんが一人の時しか撮ってないんですよ。店内で接客してる時の写真もなかった。あれよく見ると客も他の店員も写ってないんですよ。そうだっけ。あの盗撮写真は全て閉店後に撮られてるんです。え？見てください、ほら。どれ？ちょっと、あのね、ヤモリくん。いや、あの、この密着度で顔を近づけて盗撮画面を見るというのはさすがに。ふーん、私のことなしって言ったくせにそういうこと言うんだ。俺は大体なしなんですって。ふーん。